え、待って、今ヘモグロビン。こんなんじゃねえよ、ヘモグロビン。嘘、こんなやつじゃないっけ。こいつ頭の匂いが新鮮じゃん。この顔で。どんな匂いすんの。どんな匂いすんの。この顔で。ドクダミ会だと。お前、失礼だ。普通に。どうでもいいよ。まだ友達歴浅かったら殴ってんだよ。もう合わないよ、今後合わないよ。やり直しできるよ、まだ。あれじゃい。あれじゃい。やり、カズ、あれか。スカズです。お願いします。本日の企画なんですけども、うん、皆さん Netflix って見てます？見たことはめっちゃ見てるんだ。今は見てない。今話題のイカゲーム、出た。何でしょうか。今 Netflix 作品で1位なんです。なんか噂には。噂の1位なんです。で、その中でも極めてすごい話題性が強いのが、うん、だるまさんの転がっていう。出たー。俺あんま知らないんだよ、イカゲーム。ここはこう、ジーピアスにだっていうの聞いたことないですか。何も喋ってんの。何も喋ってんの。ここはこう GPS にだ。可愛くなってんのか。何これ。真似してみてください。ちょんちょんちゃんかんちゃんちょ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 ん。やっちまうぞ。ということで今回の企画は何ですか。街中にイカゲームのだるまさんコロナの少女が出てきて、だるまさんコロナのデスゲームが急に始まったら、歩いている人たちはどんな反応をするのか、それしかもだるまさんコロナに参加するのか。そして何もやってるお前は。長くて全然聞き取れなかったんだけどさ、そう、要約すると、はい、たこ焼きを作るってこと。違う、どういうことなんですけども、はい、だからどういうこと。イカゲームをやるってこと。そうです、イカゲームの誰もさん転ばっていうあのデスゲームがあるんですけど、うん、それを急に街中で繰り広げたら、うん、その通行人の人たちはどういう反応をするのかっていう企画になっております。その音源が流れたらみんなが反応して、その音源聞いたら止まっちゃうんじゃないか。止まっちゃう。なるほど、ね、死ぬよりはね、遅刻の方がいいからね。で、少女役は誰。あれですか、重要役目。今回の少女役はターさんにやってもらおうかな。はい、ターさん。ターさんに今回は。よかったじゃん、ターチ。ターチよかったね。よかったよ。かわいいね、一応似合う。ターさんがやったから。ターさんにやった。もう、女役とか以前に、はい、この企画やりたくないって言ってるから。ああ、それはもう聞き入れて。企画会議の時からもう、つまない、つまない。じゃあ、私は聞き入れていただいて。まあ、俺もずっと言ってたけど。はい、これはもうちょっと気になるね。Netflix で1位ですから。どんだけこれの影響力があるのか、うん、そしてあのね、街中で試していけたらいいなと思って、やろうおります、はい、盛大にこの曲をやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。せーの、パカキャスクワット。ありがとうございました。ありがとうございました。一回確認しよう。どうだったあの子供たち。ガキ大将みたいな子が、うん、行くのガキ大将は行くのってやつだろ。行ってません、俺は。この人一人なんか行こう行こうみたいな。もう立ってやってなかった。それを、そう、ダメだ。場所変えてみる。そうだね、場所変えてみる。バカみたいなこと言うな、バカ、おい。場所変えてみましょう。トイレの裏行こう。死ぬゲームが始まってしまった。みんな動くな。動いたら撃たれるか。
あの持ち屋だ。おめでとうございます、クリアです。だるまさんゴールドクリア、見事。スクワッド、スクワッド、チャンネル登録よろしくね。TikTok、インスタもやってるよ。3秒26カーボン。やべ。カラー。